あれ、おかしいな。故障かな。どうしたの、猫ちゃん。今日はやけにご機嫌じゃない？来てくれたのね、ハーネス。リュリーティス。こいつはいつもの黒猫だな。何甘えてるんだか。夜の君の血を集めてきてくれたのね。でもごめんなさい、私は魔剣の担当じゃないの。ちょっと待って、君、リュリーティス。ここは妖魔世界と地上界の狭間、夢の世界。私はリュリーティスの見ている夢、夢の中のあの子の姿よ。君がリュリーティスの夢？そっか、それで雰囲気が違うんだね。そんなに違うかしら。落ち着いててお姉さんっぽいし、なんだかいつもより綺麗だ。って、あれ？夢の中では嘘がつけないって言うけれど、アーナスったら素直すぎるわ。現実のリュリーティスも綺麗だよ。どうしよう、怒らせちゃったかな。心配しないで、夢は目覚めるときに忘れてしまうの。それに、なんだ、花たちが散り始めてる。夢が覚めかかってるんだわ。残念だな、もっと君とおしゃべりしたかったのに。あのね、アーナス、夢って目覚めたら忘れてしまうの。だから私たち誰からも自由なのよ。現実の私たちからも。つまりね、現実では話せないこともここでなら話せるのよ。あまり時間はないけれど、あなたの質問に一つだけ答えてあげる。リュリーティス、君のことを聞きたい。君はどうして聖女になんかなったの？聖女が危険なものだってわからなかったわけじゃないだろう。私、知らなかったの。この世界がとうの昔に終わりを迎えてるってこと。遠い昔に夜の君が世界を明けない夜で包もうとして、覚めぬ夢は死にも等しくて、その常しえの夜を止めるために代々の聖女たちが封印を施してきたなんて。私たちが生きてきたこの世界が誰かの犠牲の上にあるなら、私もそれをするべきだと思うわ。これが私の気持ちよ。そこまで知っているなら、君は聖女の役割を断るべきだ。どうしても必要だってなら他の子がなる。あら、
めたいのね。アーナスがそんなこと言うなんて。ユーサー、教皇庁は信用がおけない。あいつらは人の弱みにつけ込んで人生を根こそぎ奪い取るような輩だ。大体君は聖樹の封印が何なのか教えてもら。ああ、もう終わりみたいね。あなたの声がよく。待って、君にはまだ聞かなきゃならないことがある。君は夜の君をどうやって封じるか知ってるの？夜の君を封じた代々の聖女がその後どんな目に遭ったのかを。指輪を。指輪って、君がくれた指輪のこと。あの指輪がどうしたの？リュリーティス。指輪って言ってた。あの指輪ならいつも持ち歩いているけど。いつの間に。親愛なるシスターへ、教皇庁からたった一つの事実をお前に確認させるようにとの伝言だ。神聖女は全て承知している。全て承知し、聖女となる覚悟をした。だそうだ。混ざり者としてさすらってきたお前に生きる意味を与えたのは教皇庁だ。その恩に応えてみせろ。くれぐれもグランマを裏切るなよ。お前の唯一の味方であるブラザーより。リュリーティスが全てを承知しているって、どういうことだよ。なんだか変な夢見てたみたい。アーナス、お帰りなさい。どうしたの？君はこんなところにいちゃいけない。この島を出るんだ。アーナス、私はもうあなたが知るリリーティスじゃないの。あの頃の私じゃないの。明日も青き祭壇を探しに蛇妖狩りに向かうのでしょ。少し眠った方がいいわ。ルリーテス、君は知っていたんだね。世界を守るため聖女が犠牲になるって。君は全て知って引き受けたんだ。全てを知って覚悟して、そしてこれ以上隠していてはあの子の心は離れてしまったことでしょう。真実を知らせるには良いタイミングでした。
愛するものを差し出すために守る。夜の君を探し求めるこの旅は、あの子と聖女の別れの旅でもあるのです。私は適切な段階を踏んで、あの子を育てているつもりですよ。これはその第一段階。もう妹思いだこと。なんだお前か、夢の中からついてきたのか。私にはわからないよ。犠牲になるって分かってて、どうしてリュリーティスは。いつもこいつも勝手なんだから。どうしたのアーナス様。アーナス様。そうか、勝手していいんだよな。私だって。何か言った？別に。だったら私も勝手にこのふざけた運命と戦わせてもらう。おはよう、ルリーティス。おはよう、アナス。ずいぶんおしゃれしてるんだね。出かけるなら送ろうか。気にしないで、友達と行くから。行ってきます。行ってらっしゃい。君ってば、何もないところでどうしてそう見事に転べるのさ。君、運動神経ゼロっていうかマイナスなんだから、自分を疑って少し慎重に歩きなよ。ルームメイト時代いろいろあったもの。おかげでまあ退屈しなかったけど。ねえアーナス、私たちが親友になったのは偶然だったと思う？え？あなたが教皇庁から私を守れと言われたように、私も何か言われてたとしたら。それは。冗談よ。行ってきます。友達か。
おはようございます、お嬢様。よう、おはよう、嬢ちゃん。おはようございます、アーナスさん。無才。リュレイテスがいないとこんなにむさ苦しくなるんだな、ここ。ええ、一気にダメンズ度が上がりましたからね。こいつと一緒にしないでもらいたい。この世に自分とよく似た人物は三人いると言いますが。魂の双子だ。やめてくれよ、ジョーちゃん。こんな怪しい先生と一緒にされちゃマジで立ち直れなくなる。怪しさであんたの右に出る者はいませんよ。私の黒の書どこにやったんです。しつこいな。俺じゃねえよ。それよりジョーちゃん、聞きたいことがあるんだが。あの金庫、リュリーティス城のだよな。あーた、聖女の持ち物に手をつけようってんですか。呆れた。最低です。違う。防犯上の問題が気になって目にした金庫はこの手で開けなきゃ気が済まねえんだよ。そういうのを泥棒って言うんです。不法侵入者。いいから出てってください。アホ、本当にやる気なら黙ってやっちまうわ。俺が気になってるのはあの金庫が普通じゃないってことだ。かなりヤバい術がかかってる。手を出したもんは無事じゃ済まねえぞ。場合によっては命も危ない。そんな風には見えなかったけど。だからこうして忠告してるんだ。もし金庫の中身に疑いを持ったとしても手出しするなよってな。疑い？考えたことはないか。黒の書が消えた時、このホテルの中で一番安全な隠し場所はどこかって。あなた、リュリーティスが黒の書を取ったっていうの？そんなことあるわけない。じゃあ俺と先生がホテルに来た日のことはどう説明する？なんで俺たちが教皇庁の電話に勝手に出られたんだ？邪魔者を消すためじゃなかったのか？まさかあれわざとですか？これだから女子って怖いんですよね。女子の罠にはまっちゃうなんて。何喜んでるの？童貞君だ。多めに見てやれ。グササ！リュリーティスが黒の書を盗む理由なんかない。あんたたちを消す理由もね。そうですよ。夜の君の封じ方が分からなくなって得をするのは妖魔たちじゃないんですか。ま、彼女が妖魔のスパイだなんてことなら話は別ですけど。え、嘘。え、そうなんですか。妖魔に味方する人間の少女なんて、それなんて美味しい未確認生物です。
では早速リュリーティスさんも研究対象ということで。ロイド、あなた、リュリーティスはスパイだっていうの？お嬢様、落ち着いてください。あのお方からの伝言では、お二方のどちらかは偽物で。リュリーティスは、彼女は代々の聖女がそうしてきたように、自分もこの世界を守るために。アーナス様。どうせそんなことだろうと思った。地元じゃついに最後の聖女が現れたなんて噂で持ちきりだもんな。裏若き乙女を犠牲にしてまで守るような世界かってんだよ、アホくさ。でもまあ、世界を生かすためなら人一人の命なんて安い犠牲なんでしょうな。本人としても世界を救うためと言われたら納得しやすいでしょうしね。あんたら勝手なこと。ああ、人事だもんな。でも黒の書については別な見方もできるんだぜ。例えば、親友思いの誰かさんを危険な任務から遠ざけようとして小細工してるって線とかね。それは。お嬢様、あのお方に代わり新しい指令をお伝えします。しばらくエージェントの仕事は休みたい。断って。よろしいのですか？今回の指令はある妖魔と接触し、妖魔サイドの情報をつかむことですが、どうやらその妖魔、夜の君の封じ方について心当たりがある口ぶりだったそうですよ。それってリュリーティスを助ける方法が他にあるかもしれないってこと？その妖魔はどこに？ルースワール歌劇場を指定されています。行ってらっしゃいませ。罠だって可能性は考えないのかね。純粋なんだかバカなんだか、あの子わけがわからんな。ええ、実に興味深いです。この寄り城でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。
あった。リュリーティスったらこんなところに置きっぱなしにして。うわっ、待て。叩き起こすから。このままでいいわ。こんなに気持ちよさそうに眠ってるんですもの。そんなこと言ってたら大事な帽子このまま巣に持ってかれちゃうよ。いいわ、帽子はこの子にあげる。リュリュってばお人よしだな。あら、人のこと言えないじゃない。そうかな。そうよ。こんばんは、お嬢様。支配人って素早いよね。カフェから闘技場までまるで一瞬で移動してるみたい。お客様のご要望に応えるのが支配人の務めでございます。先回りなど当たり前ですよ。私の要望を先読みしてるんだ。それだけじゃない気がするけどな。アーネス様、教皇庁から小包が届いたのよ。ワインボトルみたい。お部屋にあげる？それ血だから受け取り拒否でいいよ。教皇庁に餌付けされたくない。そうだったの。持って帰ってもらうようにするわね。支配人と話してたのはそのことなの？いや、支配人が一瞬でカフェから闘技場に来るからさ、どうしてかなって。ああ、それなら。なんでかな。いいよ、大方支配人だけが知る秘密の通路みたいなのがあるんだろう。別にそんなの使って逃げたりしないからさ。それがお嬢様のお心なら私も安心して見守っていられます。見守るね。